こんにちはモータージャーナリストの山田幸喜です今回ご紹介するのはアバルト 595C ツーリズモですアバルト595シリーズは全部で4種類あるんですがこの 595C ツーリズモは唯一のオープンモデルです 大人4人を乗せてトランクスペースをしっかり確保しなおかつアバルトのこのスポーティーなルックスを纏いながらもオープンボディというすごいおしゃれなねルックスを持っていることが最大の特徴ですそれでは順に細かく見ていきましょう エンジンジです、えー。赤いカムカバーが特徴的な、えー、このユニットは1.4リッターのターボチャージャーです、えー、最高出力は165馬力、えー、ちなみに燃費はですね1 2 9キロと、まあ、この元気系のターボチャージャーとしてはねなかなかに優秀な数値となっていますインテリアです、えー、アバルトシリーズは、えー、このレザータイプのステアリング、えー、シングルクラッチ用のパドルシフト、えー、あとですね、えー、ブーストメーターですね インパネの造形なんかも非常に立体的でかっこいいですねあとこのエアバッグ付きのセミバケットシートなんですけれどもツートンカラーのフルレザータイプになっていますこのシックなインテリアに対して浮き立つようなシートのカラーが非常にイタリアな感じがしてラグジュアリーな雰囲気を醸し出していると思いますそしてなんといっても このオーププントップです、えー、非常に開口面積が広くて、えー、フロントのグラスエリアから、えー、本当に外が続いてるようなねもう後ろを見ると非常に広い空間が広がっていますしかも操作はとっても簡単走りながらもオープンの操作が、えー、できるので、えー、いつでもどこでも気軽にオープンドライブを楽しめちゃうんですそれでは早速走らせてみましょう